はい、どうもこんにちは。さて、今回の動画は便利グッズの紹介でございます。その便利グッズというのがこちらです。2つ紹介したいものがあります。1つ目はこちら。これね、何かと言いますと、魚をさばく時の鱗取りね、鱗取りで、こちらが魚をさばく時の血合い取りね、この2つを今回ねご紹介したいなと思います。で、こちらの鱗取りに関しての特徴としては、まず鱗が飛び散らない、そして流れるように鱗が取れるということで、鱗を取ってて気持ちいいと思えるものです。これね、本当にいい商品です。商品名は鱗取るというものですね。で、これは本当に特徴としては、なんかね、細い糸状の棒のものがいっぱいついていて、うねうねしてるんですよね。うん、で、これでガサ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 って取ると血合いがきれいに取れるというものになってます。では実際に使っていきましょう。はい、ではまずこちらの商品から使っていくんですけど、この鱗取りね、まずね、こいつの使い方の特徴としては、濡らします。でね、濡らして、魚をね、ちょっとこうやって撫でます。要は魚のね、ぬめりをこいつにつけてあげるんですね。そうすると滑りやすくなるもんで、なかなか使いやすくなりますよ。はい、では実際に取っていきたいと思います。はい、では裏側の方も取っていきたいと思います。これね、ほんと楽なんですよ。ここ。はい、ということで鱗が取れました。これね、むちゃくちゃ綺麗に取れる。で、全然飛び散らないもんで、これはね、ほんとおすすめですよ。では次にこの血合いをね、こいつで取っていきたいと思います。よし、じゃあこっち取ってね。では
こいつで、この血合いがね、この血合いが綺麗になるかやっていきたいと思います。あ、すごい綺麗になった。こんなに綺麗になりましたよ、これ。拭きましょうか。ちょっとね。よいしょ。これ、むちゃくちゃ綺麗になった。これは、これいいね。めちゃくちゃ綺麗になった、これ。はい、ということですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回のこちらの商品に関しましては、また概要欄の方にリンク貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。よかったらね、皆様のチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイ。